ということで甲選手に来ていただきました。お疲れ様です。2017年のシーズンが終わりましたけれど、まあ、今年はトップチームに帯同することもあったと思うんですけど、いかがでしたか？シーズンの最初は、J3 の試合に出ることが多くて、徐々に、自分自身も、レベルアップして、トップチームにも絡めた印象があるんで、1年間、徐々に成長していったなというふうに思います。プロ1年目ということなんですが、ゲームキャプテンを任されることも多かったと思うんですが、その点はいかがですか？そこは監督からの期待もあったと思うんですけど、自分自身しっかりと、プレーでも、年齢関係なく、声出していこうというふうに思ってたんで、そこはしっかりと責任を持って、やれてました。来シーズンもすごい期待が高まっていると皆さん思うんですけれども、来シーズンどんなシーズンにしたいですかね？やっぱり個人としてはやっぱトップチームの方に関わりたいなというふうに思うんで、やっぱり J1 の方で、試合に出るために、日々成長して、その中で J3 の試合があれば、やっぱりもっと成長して、勝ちにつなげられるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。甲選手、最後にですね、一つ聞きたいことがありまして、今年の一大ニュース、プライベートなことでもいいんですけど、何かあれば一つ教えてください。一大ニュースサッカーのことでもプライベートのことでも、いや、これ一番すごいぞと思うニュースを。一番すごい、はい、ゲームキャプテンやったことですかね。人生で初めてだったんで、そこは試合当日言われたんですけど、びっくりしました。結構ゲームキャプテン多かったですよね。そうですね、何試合かやりましたね。どういうところを意識されてゲームしていくんですか、そういう時は？あんまり、責任、あるんですけど、あんま重荷背負わず、いつも通りやろうというふうに思ってました。来シーズンも頑張ってください、はい、ありがとうございます。